エシカル消費とは、持続可能な世界へ向け、人や環境、地域などに配慮した消費行動です。島根県が開催したイベントには、適正価格で輸入したコーヒー豆が並ぶ店や、牛乳パックからの再生紙体験ブースなどが並んだほか、お笑いコンビガンバレルーヤのトークイベントも開かれました。ペットボトルを服にするブランドをされてて、でそれで見つけた T シャツをちょっと買わせていただいたんですけど、めっちゃこういうところに持ってくるんだったらアイロンかけた方がいい。会場にはおよそ500人の家族連れなどが訪れ、楽しみながらエシカル消費について学んでいました。